新時代創価学会の皆様、こんにちは。今日はですね、二世本尊を拝んでおる人、どういう状態になるかということですね。創価学会の二世本尊です。これ幽霊会員でね、僕はただ仏壇に二世本尊安置しているだけで別に手を合わせていませんよとかね、本当に一生懸命ね、過去10年間、毎日何時間商談もやったとかね、そういう方からもね、いろいろなお話をね、この音声動画で私携帯番号をね、公表しておりますんでかかってくるんですけどね、本当に学会の二世本尊というのは皆さん怖いですよ。その例をね、いろいろ挙げたいと思います。おそらく、二極性障害、要するに、躁うつ病の人とかね。あと、うつ病、これも軽い人、重い人。あと、統合失調症の人とかね。あと、面白い、電磁波攻撃と集団ストーカーを受けているんですとかね。こういうふうな方の話が、実際に、電話で耳にするわけなんですけどね。この前天王寺で会った方なんですけども、やっぱり二世本尊をね持たされて、朝晩バッチリやってたそうなんですけど、電磁波攻撃と集団ストーカーをね受けておると。で、道ですれ違った人からね、創価学会員らしいんですけどね、殺すぞと言われたとかね。あと大阪の西成区に住んでおる学会の人で、これは女性なんですけどね、私が寝ていると夜中に窓を開けて、学会の要するに男がね入ってきて、ね、1週間に1回も2回も犯されてるんですよっつってね、こういう風なね、これなんて言うんですかね。で、ストーカーはされていて、あちこちから私は、なんか危険人物だと学会組織に思われて、警戒されてるんですとかね。こういうようなことを言う人いましたね。あなたがですね、創価学会の副会長であるとかね、あと公明党の元委員長の矢野純也さんとか、武入公明党委員長、元のね、みたいに、もう超大幹部だったらね、いろいろ攻撃されるっていうことはあると思いますよ。実際、武入さんなんかね、議員時代の手帳、黒い手帳を盗まれて、最高裁まで行ってね、二審、それから最高裁で勝訴しておりますけども、第一審ではね、負けてたんですね。この時にも思い切り嫌がらせとかね、手帳盗まれたり、家の中まで入ってきたりされて、大変な目に、お会いになったっていうことは聞いてますよね。あなた、平会員でしょ、はっきり言いまして。あなたをね、いくら創価学会がね、悪い人間の集団だと言ってもね、あなたみたいな平会員だよね。攻撃なんかしませんよ。これは、あなたは、結局、精神疾患に侵されてるということですね。二世本尊のために。それをね、よく覚えておかれて、目を覚まされることですね。それから、この方が、こういう方多いですね。躁うつ病の方ね。今は躁うつ病って言わないらしいですね。二極性障害っていうらしいんですけども。要するに、ハイテンションの時があったと思うと、急にまた沈んじゃうんですね。気持ちが。で、ハイになってる時はもう活発でね、もう、世界は自分が中心に回ってるみたいにね、もう楽しい、嬉しい、つうことなんですけど、長続きしないんですね。あの時また急にがっくりと気落ちしてね、やる気をなくしてしまうというのが、この二極性障害、躁うつ病ですね。これも二世本尊の、性ですよ。あとは、一般的にね、多いのは、うつ病ですよね。これ、周期的に、リズムがあって、
1ヶ月ぐらいしたらこう気分がずっと落ちていくと、でまた1ヶ月ぐらいしたら普通になると、人によって皆さん違うらしいですね。あとあれですね、統合失調症の方も自分でね、私統合失調症っておっしゃってるから、まあ間違いないんですけれども、薬もね飲んでおられるそうなんですけども、まあ偽本尊をね一生懸命拝んでた人、この話がねすごい鋭いんですよ。で記憶力がねすごいんです。何月何日に私はこういう目に遭いましたとかをねよく覚えているらしいんですね。これフェイスブックでね、私の法華公院のお友達に、こういう話をちょっとね書いてみたら、それは黒川さんよく覚えてるんじゃなくって、黒川さんと電話で話をしながら自分が作文を作っていくんですよと、こういうふうにねおっしゃってた方もおられますね。あとこういう例も3人ぐらいかな聞きましたよ、総学会の人。これはまあ統合失調症ですかね、妄想ですかね、まあ私専門家じゃないんでよくわからないんですけれども、家のね合鍵を作ってですね、学会員が私が留守の時にいろいろなものを盗みに来るっつうんですよ。これもまあ、妄想ということですね。ただ一人だけね本当に悪い支部長かながいてね、なんか工務店のオーナーらしいんですけども、それは本当にね盗みに来て、これはまあ警察沙汰になったっていうのはありますけどね、後の方はねよく話を聞いてた、ああこの人妄想に取り憑かれてるなとね、そういう風な感じがいたしましたね。皆さん、総学会の皆さん、偽本尊というのはね、私何回も同じことを言っておりますけどね、本当に恐ろしいですよ。池田大作さんのね、地獄ガキ畜生修羅会が、煮詰まったですね、猛毒偽本尊ということですから、たとえあなたがですね、何にも知らなくってもね、家に飾ってあるだけでもね、触りが出てくるんです。ましてや、何十年もこの偽本尊に、南無法蓮華経とね、一生懸命唱えてる方はね、もう勝負を誹謗で、もうどうしようもない人生のどん底に落ちちゃいますよ。これ聞いてる方、心当たりございませんか？直感的にね、これ脱会して日蓮召集にご復帰された方、法華公院なんですけども、昭和じゃない、平成5年ぐらいかな、あれ、偽本尊を配り始めたのは、破門されたのが平成3年ですからね、その2年後ぐらいに偽本尊を配り始めたんですよ。で、いろいろなね、理由付けをしてですね、ああ、ご本尊、あなたの日蓮上人のご本尊、ちょっと汚れてればね、新しいご本尊にいたしましょうよなんてみんな騙されてね、うまーく取り上げられて偽本尊に変えて、そして安置したその瞬間に、あれこの本尊ちょっとおかしいぞとね、感じた方っていうのは、これも私のお寺なんですけどね、もう脱会されて一生懸命今信心されておられますけども、直感でねこれがおかしい本尊だっていうのが分かったっていうんですよね。一人の方はね、偽本尊を拝んでおると、なんか子供の小さな顔がね、ふわーっとね、出てきて、あと、ご本尊の文字のところから白い糸がちょろ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 出てね、これはちょっとおかしいなーってね、直感したっていう方もおられますね。あと、もう一人男性の方なんですけどね、やっぱり、そういうふうな、妄想的なものはなかったんですけども、やはり取り替えた瞬間に、
あれこのご本尊はちょっとおかしいなとね、感じたという方もございますね。あと創価学会の会館へ行ってね、あれ題目リレー会とか、まあなんか名前ついて10時間招待で入れ替わり立ち替わり、ケチ脈の切れた会館のご本尊にね、ずーっと熱心に題目を上げてた人が急にね、顎が外れてガクッとね音がしたらしいんですよ。それから、どん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 気分が何て言いますかね、重くなって、最終的にうつ病になっちゃったと、こういう話もね、聞いておりますね。一日も早くこの偽本尊を取り替えることですよ皆さん。本当に恐ろしいですよ。これ聞いてる方、感じておられる方はいらっしゃるでしょう、何人も。今すぐ脱会してですね、正しい血脈のもと、正しいご本尊様をですね、ご家父していただいて、ちゃんとした信仰をね、されることです。新時代とかね、行って、昔の戸田海生先生の指導を完全に保護にしてね、戸田先生は何されたんですか、会長時代、亡くなるまで。本門会談の第五本尊ですよね。公安2年10月12日の。この五本尊を広めようと。そして、日蓮聖宗の陣を守るんですよと。これを広めなんじゃないですか。ところが今、どうでしょうかね。池田大作さんは、五本尊、ただのものですって言ったりね。で今原田実会長になってから、創価学会物とかね、安給料で働いてるあなた、仏様らしいですよ。で、大石寺は法宝の山であると。三大秘宝のご本尊は皆同じですとかね。ですから、ご本尊は創価学会が認定いたしますとかね。第五本尊は十字しないとかね、快速とか会見とか作ってね、離れさせよう、離れさせよう、本当の仏様から離れさせよう、離れさせようとね、彼らは、それで飯食ってるわけですよ。そして今どうですか？選挙、選挙、選挙でね、沖縄の知事選挙負けちゃいましたよね。また前席は800数万票も衆議院の比例区で取ったのが今700万票割れちゃってね、そんな感じですね。あと沖縄の市長選ありましたね、知事選の後、これも自由投票なんてね、あんまり格好悪いから知事選で5000人も本土から沖縄にエフトリンにね、やらせて、原田実さんまでね、行って、やってたわけなんですけど、負けちゃって格好悪いから、今度は自由投票にしたら、やっぱり負けちゃいましたよね。だから、創価学会っていうのはね、そういうとこなんですよ。皆さん、利用されてるっていうことね、本当に耳にしみて感じないといけませんよ。で、ものの道理ということはね、一生懸命ね、真にやってる人、わからないんですよ。1たす1は2でしょ。五章根本の学会でしょ、五章二大章に何と言ってます、こういうふうに書いてあるんじゃないですかと言ってもね、もう頭狂っちゃってるわけですよ。それがインチキペテン教団創価学会ということですよ。そしてあれですよ、財務なんかこれからお正月にかけて年末金儲けやってるわけですよ。一口1万円だとかね、で見けたやったら表彰されてみんなの前で褒められて嬉しい嬉しいなんてね、それで太ってんのはね、創価学会で給料もらってる人間たちですよ。皆さんの増音長とか総研長とか副会長とか、まあ名前なんかいっぱいつけてね、ランキングでね、給料で、縛りつけてるわけですよ。で相変わらず安給料で
疲れてるのは今これを聞いてるあなたですよね。制御新聞配達してる人も聞いておられたらね、あなたただ働きさせられてるってことですよ。で、制御新聞も最近部数がもう激減したらしいじゃないですか。配達員がいないからっていうことでね、隔週になるとかね、2日に1回、3日に1回ぐらいに、しようとかね、まあやってるらしいですよ。まあこれは噂ですからね、実際どうなるかわかりませんけども、配達員がいないと。まあ少子高齢化とね、いうこともあるんでしょうが、まあ今の日蓮召集の末時とえらい違うということですね。どん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 脱会されてきておられます。これを聞いてる皆さんもですね、もう組閣会はこの前あれ、週刊ダイヤモンドかな、もう伸びない宗教、日本では成長しない、宗教と、こういうふうに一般のジャーナリストがね、もう言ってますよ。そういう教団にね、皆様方は、過去の人間のしがらみがあるから脱会できないとかね、そういうものを全部取り払って、今仏壇にぶら下げておる偽本尊を剥ぎ取ってですね、そして日蓮召集のご信徒となって正しい信心をさせていただくということですよ。なんか疑問とか相談がありましたらね、私は大阪在住でございますし、また東京にもね、ご注文からも信用されておるちゃんとした信心、厳しい方でございますけどね、東京関東方面の方おられましたらね、一度会ってね、日蓮召集とはどういう信心かとちゃんとねお聞きになったらよろしいんじゃないかと思いますね。まあこの東京の方も私に電話ください。あなたがちゃんとした脱会して信じしたいという方でしたらね、ご紹介させていただきます。今日は以上でございますけども、脱会の時には方々払いしないといけないですからね、偽本尊とそれから印鑑、学会の教本とか数珠、あと池田大作のくだらん書籍ね、これはもう粗大ごみで全部捨ててください。今日は以上でございます。一日も早く脱会されることをお祈り申し上げます。それではまたお会いいたしましょう。